中年オタッキーです。本当はね、露出を極めるっていう動画をねやるっていうふうに、予告していたんですけども、ちょっと贈り物が届きまして開封動画、ということになってまいります。それでは動画スタート。早速開封していくんですけども、この開封動画になぜかね音声が入ってなかったんですね。スマホで撮ってるのにこんなことってあるのかということで、まあね、ここからね、段ボールをねビリビリとね、破いて開けていくんですけどね、これアフレコでこれをやるのは結構辛いっすね。これ結構ね、大きい箱でね送られてきてね、すごい重たかったんで、カメラレンズなどって書いてあったんでね、何台もカメラが入ってるのかなと思ったんですよね。これね、結構ね、厳重に、梱包されておりまして、まあ開けてね、後からわかるんですけどもね、スペースをね、ダンボールっていうか、その新聞紙をこうたくさん、最初詰めてありましてね、それを出していってます。そして出てきましたね。まず何が出てくるのかと思ってね、これ一番最初にね、レンジファインダーカメラっぽい大きさのものがこれ出てきました。でもね、異常に軽いんですよ。カメラにしては軽いなと思ってね、これカメラみたいな形してるんですけどね、カメラにしては軽いなと思って開けていったらね、はい、出てきました。これまあ分かる人いますよね。年配の方は分かると思うんですけどね、これフィルム室っていうかね、中盤カメラのね、フィルム室っていうんですか、これ脱着するフィルムチェンバーっていうのかな、が出てきました。まあ、ということはって感じですよね。もうということは中盤カメラが入ってるんだなと。この手のものがついてるカメラって言ったら、マミヤでしょ、ハッセルブラッド、ゼンザブロニカ、このあたりですか。で出てきたのが、次に出てたのはマミヤのレンズですね。マミヤのレンズが出てきました。これマミヤのね、65mm、ですね。中盤カメラにしてはやや広角のレンズになりますね。結構ね、多分結構古いものとは思うんですけど、状態は結構いいです。特に何もせずに、もう何もせず使えるんじゃないかなと思いますね。フィルター系はね、77mm で、第3元小3元レンズと同じぐらいのフィルター系になってます。で、これが本体です。でかいっすね、これね。もう映写機級の大きさです。で、重さもね、もうプロフェッショナルの、映写機と同じぐらいの重さだと思いますね。これ出てきました。はい、これね、すごく重たいです。バミヤのね、RB67 プロフェッショナル S っていうね、カメラが入ってました。で、シャッタースピードがね、1から400分の1でね、レンズに刻まれている絞りはね、ともにね、32まで絞れるみたいですね。で、カメラ本体についてる、レンズがね、90ミリか、これが標準レンズですね。90ミリの開放 F 値が 3.8、で、もう一本開、広角レンズに当たる、まあ、35ミリぐらい相当なのかな、これ、が F4 ですね。 F4 から32ということで、で、どちらもね、レンズシャッターでレンズ側にね、シャッターがついてるみたいです。だからカメラを取り外すとシャッターも取り外すということになりますね。で、二眼レフと同じようにね、ウエストレベルのファインダーになるんですけど、これ、ちょっと間抜けですけど、老眼鏡かけてますけど、ルーペがあるんですよね。ルーペ、まあ、シャッターはとりあえず、シャッターの切り方がわからないし、ルーペの存在をもうすでに忘れてるんですけどね。そらルーペないとね、見えないです。この手のね、カメラはルーペがないと見えないんですけどね。
で、ルーペの存在に気づきます。ここでルーペの存在に気づくんですけど、出し方がわかんないんですよ。はい、出し方が分かんなくてね、悪戦苦闘しています。まあこんな感じでね、開封させてもらったんですけどね、こんなね、これこんなかなりの高級機、まあプロカメラマンがね、一時使ってたカメラですよね。最近は見なくなりましたけど、もう集合写真とかでね、撮られてのはだいたいこういうカメラですよね。でこれ67ってことでまだ調べてないんですけど、普通はね二眼レフカメラって66なんですけど、67っていうとこれ縦構図になるのかな、ちょっと詳しく、横構図か、若干横構図なのかな。まあ、フィルムチェンバーを見る限りでは若干横構図っぽく見えますね。で今ねこれ動画の方ではね、使い方が分かんなくて悪戦苦闘してるんですよ。これね、シャッターをその、切ることができないようにする安全機構がたくさんついてまして、シャッター膜っていうのがないんですね。で、ミラーがまああるんですけど、ミラーがねシャッター膜の代わりをちょっと併用してるんですけど、これなんて言ったらいいだろうな、レンズ側にシャッターがあるんですけど、シャッターを切るとミラーが上がって、でミラーが上がってもまだ感光してないんですよ。でミラーが上がって、そのレンズの中のシャッターがピャッて切れて初めて感光するんですね。それでクイックリターンなしなんですね。クイックリターンなしでファインダーは真っ暗になります。で、ファインダーが真っ暗になった状態は、いつでも感光できる状態なんで、レンズを外すと、フィルムが感光してしまうんですけど、ミラーが上がった状態じゃないと、レンズも外せないような安全構造になってるんですね。これなかなかね、でフィルムチェンバーの後ろにも一箇所外せるとこがあって、すごくね、構造的に、複雑になるんですよね。今ちょっとヤフーオークションで調べたんですけど、即決価格で見ると、まあ、レンズは全然違うのがついてるんですけどね、28,000円28,000円するのがね1台ありました。まあ出品してるのはねそんなに高くない価格で出品してるのが多いですけど、これおそらく、競っていって上がっていくんでしょうけどね、非常にねこれ価値のあるカメラだと思いますし、まあマミヤ、天下のマミヤですからね、もう中盤といえばマミヤ、レンズとかもねすごい期待できるものですね。今までね僕中盤はまあ、師匠からねお借りしたヤシカフレックス、はあれはテッサーが入ってましたけど、他はねもうテッサーのコピーレンズとかで4枚玉しか使ったことがなくて、これねマミヤの本格的なねその中盤、一眼レフタイプの中盤、これ初めてになるんで、どんな描写かちょっと計り知れないものがありますよね。まあ、とりあえずね、ネガーのね、エクタ100ですか、コダックのエクタ100をまだ3本ぐらい所有しておりますんで、冷蔵庫に入ってますんで、それを引っ張り出してね、この秋のね、景色を撮っていこうと思ってます。で、ちょっとね、モルトとかがね、腐食してるんで、モルトは交換してくださいっていうことになってたんで、モルトを交換してから、撮影に入っていくと、多分ね、そのシャッターとか、レンズとかのメンテナンスは何もしなくて、そのまま使えていくものだと思いますね。はい、まあこんな感じになっていきますけど、ここから先はね、ちょっと勉強し直して、続きということになっていきます。はい、だいたい使い方が分かってきましたが、まあファインダーの起こし方はね、まあ、こうやって起こして、こいつでルーペが出るみたいですね。でピント合わせて、今ちょっともうレンズを交換したんですけども、レンズの交換は、この根っこを回して外すと、よいしょ、よっこらせ、
こちらが標準レンズになりますかね。で、赤い矢印を合わせて、よっと。これで交換完了って感じですかね。描写は恐ろしいですね、これ。すごいと思いますよ。まあ、マミヤの中盤ちょっと初なんですけど、点線が引いてあるってことは、これ縦長構図になるのかな、基本縦長構図になるのかな。よいしょ。いやー、ほんでフィルムを巻かないとシャッターが切れない構造になってるんだろうけど、これ6個を上下とも外して、このフィルム質を外すと、で、これがセルフコッキングではないのかな。これを外すとシャッターが切れるということは、よいしょ、何かがつながってるんだろうな。でも何かアクセスするものはなさそうだ。よいしょ、よいしょ。よ、巻いてある状態ですね、これ。何かここ動いてるぞ。何かここが動いてるか。これが、この部分が伸びきったらシャッターが切れる。これがここにつながってるのかな。もうちょっと勉強しなきゃいけないな。もうちょっと勉強します。このカメラね、フィルムを装填した、してない状態では通常はシャッター切れないみたいですね。で、まあ、巻き上げとこっちも巻き上げする必要があるんですけど、空シャッターを切るときは、多重露光防止レバーをいじって多重露光モードにしないとシャッターは切れないですね。これでシャッター切れますね。はい、まあ大体の使い方は分かりました。露出系はないということで、でフィルム装填は基本的にこのフィルム質をカメラから外して行うのがスタンダードっぽいですね。まず巻き上げてと、よいしょ、ロックを外すと、あ、そうだ、これいろいろ安全機構がついてるんだな。遮光板を入れないとロックが外れない。でこれがまあフィルム質ですね。67ということは何枚取れるんだろう。66で12枚ですよね。10枚ぐらいかな。ちょっと全然勉強してないんですけど、これ一から勉強する必要がありますけど、今日はちょっとね、使い方、まあ、使い方に主眼を置いて、やってみました。よっと。
ああ、なるほどな。まあ見えてますけどね、これね、シャッターを切るとね真っ暗になります。クイックリターンはないということですね。一応一眼レフの類になるんですけども、これなかなかですよ。マミヤ RB、67プロフェッショナル S というカメラ、をいただきました。あのブローニーのフィルム何本かもう余ってるんで、早速撮影に入ろうと思うんですけども、ちょっとモルトとかを交換してくださいっていう風に書いてありますんで、ちょっとしたメンテナンスを行ってからで、撮影をやっていくことになると思います。はい、本当にねこれ多分相当な値段するものと思うんですけどもね、カメラ写真をね、職業にされてる方もう使ってないんですね。昔使ってたかなんかで、もう使ってないからっていうことなんでしょうけどもね、これね、値打ちとしては相当なものだと思うんですね。レンズまでついてますしね、こんなのいただいていいのかなと思いますけど、あのいただいたからにはね存分に使わせていただきます。これストラップはここにかけるストラップがあるのかな、ストラップかけを買わなきゃいけないのかな。まあいずれにしてもちょっと手持ちでは苦しそうですね。紅葉の時期もね近づいてまいりますしね、このカメラでちょっとね今年は紅葉を撮ってみようかなと思いますね。はい、今日の動画はこんな感じになります。ちょっとね音声が入らなかったのがちょっと痛かったですね。なんで音声が入ってないのか理解できないんですけど、スマホで撮ってるのにこんなことってあるんですか。今日はもう開封動画ということでね、視聴者様の、作品とか、まあ、そういうコーナーはちょっとなしということで、なってまいります。この動画、いいと思ったらねもう高評価のボタンちょっとポチッとね、押すだけなんで高評価のボタンぜひお願いします。でコメント、何やってんのみたいな感じのねコメントいただければね、もう本当にねマミヤ、のねこの手のカメラ初めて触ったんでね、もう全くちんぷんかんぷんでいろいろとやりました。まあ、今からもちょっと勉強しなきゃいけない部分がありますかね。はい、でねチャンネル登録ね、どしどし募集しております。最近ね13歳から17歳までというね、年齢層の、視聴者の方が、結構増えてきてまして、パーセンテージもね上がってきました。とうとうね全年齢層から見ていただけるチャンネルになってるんですけどもね、この50先日52歳になったんですけど、52歳、もう中年じゃなくてそろそろ熟年なんですけどね、もう熟年オタッキーに名前からのも面倒くさいんで中年オタッキーのままいきますけど、若い方にもね楽しんでいただけたと思います。で特にそのまあ、次回のね動画になりますけど、露出を極めるということでね、フィルムカメラ特にフィルムのねマニュアルフォーカス一眼レフカメラをやる場合はねその露出が肝になってきますんでね、若い方は特にそのあまり露出のことについて知らないことが多いと思いますんで、初心者でも分かりやすいように動画を次回作っていこうと思ってます。はい、ぜひねチャンネル登録してねお待ちいただければと思います。はい、じゃあ今日の動画はここまで、次の動画をお待ちください。それではまたごきげんよう。さようなら。